なかなかちょっと家の掃除がおろそかにって方もいらっしゃると思うんですよね。そこで手軽に済ませる上でお掃除の達人に普段愛用しているアイディア掃除グッズを教えてもらいました。ブラシが届きにくい水回りの隙間に意外に取れにくい細かいホコリ。これはいい、これはいいぞ。これ一回やったら癖になりますよ。使う道具は掃除の達人が愛用するおすすめのものばかり。中には冬に大活躍したあの服も掃除グッズに大変身。冬の汚れを一掃、達人がおすすめするアイデア掃除グッズをご紹介します。まずは数々の掃除の専門書を執筆する本間麻子さんに教えていただきました。私掃除が苦手なんですけれども、今日はですね、いろんな便利で楽になる方法いろいろ教えてください。はい、お任せください。本間さん、掃除グッズを集めるマニアでもあるんですが選ぶ基準とは？一つがインテリアに馴染むもの、そして二つ目が、手が汚れないもの、そして、三つ目が手入れが楽なものですね。なかなか私も掃除好きかって言われたらちょっとあれなんですけども、ただ苦にはならない状態にするために掃除道具っていうのはすごく助けてくれるものなので、掃除道具を味方につけるっていうのはすごく掃除を楽にするポイントだと思いますよ。そういった掃除道具ってホームセンターにあるんです。わかりました、ちょっと行ってみます。やってきたのはカインズ大曲店です。雪解けが進むこの時期に掃除グッズコーナーを拡大、およそ700種類が並びます。さすがホームセンターですね。お掃除道具たくさん売っておりますけども、ほうきだけ見ても随分いろんな種類があるんですね。まずおすすめしたいのが今天谷さんの目の前にある商品です。ほう、立つほうきというアイテムなんですが、あ、これほうきなんですか。うわ、ちょっとかっこいいですね。穂先が細長くおしゃれなほうき、長さが2段階に変えられるんです。広い面を掃除したいときは穂先を長く出して、角とか隅っこを掃除するときには穂先を短くするとしっかり履くことができます。ちなみにお二人、ほうきはどこに置いてますか。ほうきは何度っていうか、あ、僕玄関じゃ何度の方に、玄関何度、まあ、その辺ですかね。ホモさんによると家の中に分散しておくといいそうなんです。分散、気づいた時に道具が近くにないとこう放置して汚れが溜まっていってしまうので、例えばこの立つほうきを玄関とか洗面所とかキッチン、ベランダとか各所に置いておけばさっと履くことができるので汚れを溜めなくていいと思います。いちいち取りに行かなきゃいけない。さあ続いては細かいホコリを取る道具です。意外な場所にありましたよ。 DIY 工具なんかが置いてある場所にも便利な掃除道具があるんですよ。あ、この辺りですね。あ、なんだかもう DIY にぴったりな商品がねずらっと並んでますけども、ペンキコーナーに行ってみていただけますか。ペンキ、意外。え、このペンキを塗るハケがお掃除道具になっちゃう。はい、なるほど。穂先がほうきよりも細いことと密度が高いことから細かいホコリが取りやすいんだそうです。へ、靴箱とか障子の桟とかもうあらゆるところにたまるホコリをさっと吐くのにおすすめなんです。細かいものはハケ、大きいホコリはほうきとセットで置いておくと便利なのでおすすめですよ。そしてかき出しにくい汚れはこんなブラシがおすすめです。おお、ぴったりだ。へえ、おお、いいね。いろんなサイズがあるからさまざまな穴の掃除に使えますね。本来は急須や醤油差しなど細い注ぎ口の汚れを落とすブラシ、これが本間さんのアイデアでいろんなところをきれいにできるんですね。すごく
く細いのでいろんな隙間を掃除するのに役立ちます。洗面台の水が溢れないようにするオーバーフローの穴とかですね、ああいうものに差し込んでやるとこういつもどう掃除していいかわからないっていうところをさっぱりきれいにすることができます。ぜひ皆さんも試してみてください。さらに業務用に開発された知る人ぞ知るブラシもアルファベットの J の形になっていますね。歯ブラシ的な形だと届かないような底面とかにも届くことができるので、コーナー汚れとか縁裏みたいな狭くて汚れがたまりやすいところにフィットする道具なんですね。もともとは精密機械の掃除用に作られたブラシで丈夫なのも魅力。一般的に売られているブラシよりもかなりコシがあります。張りのあるブラシでかき出してくれるというものになります。さらに手軽に済ませるなら便利な家電の活用もおすすめだといいます。今いるコルクのところをまっすぐ進んでいただくと黄色い目立つ家電がありませんか？これかな、鮮やかな黄色目立つな。中でも本場さんがおすすめだというのが窓用バキュームクリーナー。すごいの来ましたよ。基本的には窓の掃除用なんですが、もう一つ使える場所があります。お風呂掃除です。このバキュームクリーナーがあるとお風呂の中の水気というのもぐんぐん吸い取ってくれるので、お風呂掃除楽にすることができると思います。いやー、これ驚きの軽さ、すんごく軽い。多分リンゴ1個分もないんじゃないかなっていうぐらいの重さですよ。ああ、音もそんなにうるさくないですよね。おお、すごい、一発一撃で、うわ、しかもサラサラしてる、全然水気感じないぞ。うわ、充電式なのでコードを気にせず天井もすっきり。そうかそうか。普通ワイパーとかでね、こうやっていくと全部下に下に水落ちていきますよね、水滴が。でこれ何回もやんなきゃいけないじゃないですか。これ一撃ですよ。だからこんだけの分の水滴が放置されているってことですね、普段。それらがカビの原因になるわけですよ。これはいいぞ。普段手間のかかる風呂掃除、便利家電でお悩み解決しちゃいましょう。いかがですか？いや、もうなんかもう換気扇にお任せって感じでしたからこれ。そうですね、自分で拭くことはしてませんでしたけど、やっぱりちょっとしたこと、もう本当に技ですよね。道具を変えたりするだけでいいんですね。さあ、お掃除グッズってことにこだわらないでね、いろんなジャンルのものをうまく使いましょうってことですよね。そうそう、アイデアがね本当に詰まってるんですけども、まあ、とにかく掃除グッズはね、ホームセンターが熱いっていうのは分かりましたけれども、はい、これだけでは終わりませんよ。今本間さんが注目しているのはここ数年進化する洗剤。洗剤の性能や容器が向上したことでより掃除がしやすくなったんです。本間さんによるとここ数年ある特徴を持つ洗剤が増えているそうなんですが、どんな特徴だと思いますか？映像の中にヒントが隠されていますよ。匂いがきつくない。匂いがきつくない。あ、映像関係ない。泡いいですね。泡でピタッとする。ピタッとする。読んだだけです。そう、答えはですね、こすらないで汚れを落とすことです。こすらない秘密はノズルをゆっくりと引いて出てくるモコモコな泡。こすらないで汚れが落とせる洗剤っていうのは泡がモコモコしていることが多くって、このモコモコ泡っていうのが最近の洗剤でよく見られる特徴になります。で、すぐ流れてしまう泡と違ってモコモコ泡は汚れに張り付いて、そしてゆっくり落ちていくので、汚れを一緒に洗剤にくっつけて流していってくれるっていうのが特徴なんです。本当に手軽にできるので、家族もそれぐらいだったら参加するっていうことですごく人気がありますね。皆さんも最新洗剤チェックしてみては。さあ、ここからはお家にあるもので手作りできる便利なアイデアお掃除グッズです。
食器用の小さいスポンジはちょっと加工をしたら便利な掃除グッズに大変身します。例えば格子状に切り込みを入れると、ね、グリルの網の汚れを落とすグッズに、うん、ぴったりですね。切り込み入れればいいんだ。さらにスポンジにパスタなどをつかむトングとコラボすればある掃除グッズになるんですが、お二人何が考えられますか？掃除とトングで作る、これを挟んで使うってことですか？挟むではない。挟むではない。挟まない。ちなみにキッチンじゃないです。窓際で使うことが多い。窓際。わかんない。正解はこのようにトングにスポンジを刺して、あ、挟むの、ブラインドカーテンの掃除がこのようにできちゃうんですね。面白いですよね。このようなハンドメイドのアイデアグッズがインターネットではたくさん紹介されているのをご存知ですか？中でも家事の動画サイトママデイズの掃除グッズは主婦に大人気。そこでグッズを提案する掃除マスターの藤原正幸さんに教えていただきます。今回ご紹介していただけるのは僕でも作れそうですかね？もちろんです。すごい簡単なので、はい、お子さんとも一緒にできるようなアイテムになってます。使うのは冬に大活躍したフリリース。フリース、これで畑が作れるんです。おう、フリースは多分今着られてると分かると思うんですけども、結構静電気が立ちやすい、あの洋服かなと思ってまして、そのフリースの静電気を使って逆にホコリが立ちにくかったりとか、ホコリを回収するような畑を作りたいと思います。まずは使い古した箸にテープを巻きつけていきます。これを巻くことによってこの後フリースをつけるんですけども、その時に滑りにくくなるような土台が出来上がるので、こう、そうですね、はい、あ、いい感じです。そしてフリースは縫い目から20センチの長さに切ります。こんな感じでどうですか？あ、バッチシです。バッチシ、はい、さらに1センチ間隔で切れ目を入れていきます。縫い目から2、3センチほど少し残してもらって、縫い目があるとですね、結構この後生地に巻きつけるときにまとめやすくなるっていうところがありまして、それで今回は縫い目の方を残してもらっているというような形になってます。仕上げに輪ゴムなどで固定すれば完成です。静電気の力でホコリがしっかりこう絡め取られていくのが分かりますね。これいいな。あの夜の遅くだと掃除機をかけにくいっていう場面もあるかなと思うんですけども、はいはい、そういった時もホコリを見つけたらささっとこれで掃除ができたりするので、結構そういう時におすすめだったりします。なるほどね、はい、これだ、静かに掃除できますよね。さらに巻くものをティッシュペーパーに変えれば、なんと窓のサッシ磨きに。あ、汚れてんだよね、ここ。あ、取れてる取れてる。専用のグッズを買ってもいいんですけど、この身近なるもので試せるのであればそちらの方が簡単だったりするので。そうですね。ハンドメイドグッズはこれだけではありません。洗剤も手作りできるんです。例えばトースターとかコンロなどの油汚れって気になりませんか？なります、なります。そういった汚れにはですね、よく重曹を使うことはよく結構知ってる方も多いと思うんですけども、さらにですね、ここにお酢と食器用洗剤を混ぜることで結構発泡してへばりついた汚れを浮きやすくなるような洗剤が作れちゃうんです。へえ、発泡？洗剤は必ず中性のものを使いましょう。最後に酢を入れると、おお、うわうわうわ、泡が出てきた、モコモコしてきた、すごい。これは効きそうですね。なんだか汚れをしっかり落としてくれそう。今回はこの洗剤でオーブントースターの汚れを落としてみることに。塗りつけても洗剤が流れ落ちることはありません。待つこと30分。使い古したポイントカードで汚れをそぎ取っていきます。ポイントカードで、まあ、どんどん白いモコモコが茶色になってきたぞ。どうですかね、だいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。まあ、新品同様とまではもちろんいかないですけれども、本来の輝きを
取り戻したなって感じですよね。どうですか村雨さん。でもパッと見て違うのが分かりますし、簡単ですよね。こそげ取るだけですから。いかがでしたかね、ちょっといろいろ掃除グッズ見てみて福永さん。いやでも本当に完璧に綺麗にならないところがリアルでいいなっていう思いましたけど、なんかね、頑張ったんですけどね。でもこうやっぱ泡でこうゆっくりとこうね汚れを包んでいくっていう作戦なんですね。そうなんですよね。まあ、掃除ってはっきり言っちゃうと面倒くさいって方多いと思うんですけれども、はい、今はこういったこう掃除が少し楽になるような技アイデアたくさんありますから、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。家にあるもので上手にってことですね。